こんにちは、カズです。はい、今日は、CE の 24AW の7月デリバリーアイテムを紹介させていただきます。はい、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9 点紹介します。はい、シャツ、パンツ、あとは、カットソー、あとは T シャツ3型、キャップ2色で、バッグですね。はい、あと靴下ですね。はい、を紹介させていただきます。はい、はい、まずこちらいきます。商品名 MD クライマントビッグシャツです。はい、税込みで 29,700円でございます。はい、生地はコットン 100% のレギュラーポイントカラーの肥沃のシャツになっております。はい、レギュラーカラーの肥沃、はい、すいません、肥沃ボタンになっております。はい、で大きくグラフィックプリントが入っております。インクジェットのプリントみたいなのが入っております。はい、で背面も同じく、インクジェットのプリントが入っております。はい、で、生地感、普通にシャツの生地感になります。はい、で左袖にシリコンパッチがついております。はい、で裾はスクエアカットになります。はい、でサイドにスリットが入っております。はい、でワイドシルエットのバイオウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで L サイズを着用しております。前止めます。はい、続いてこちらいきます。商品名、ツータックパンツのホワイトです。税込みで 28,600円でございます。です。はい、生地はコットン 100% のツイル生地になっております。はい、こんな感じで、こんな感じの生地感わかりますか。はい、はい、で、ツータックが入っております。はい、でここに、コインポケットがついております。はい、でサイドに、ポケットもついております。でボタンがついておりまして、ジッパーフライとなっております。はい、で背面、はい、で背面が、左ポケットがフラップ付きで、右がこうスラッシュポケットかな。はい、です。はい、で、で、はい、で布パッチがついております。はい、で、ワイドテーパードシルエットで、ウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで M サイズを着用しております。はい、結構太いです。ツータックパンツ、ただこれ裾がテーパードになってるんで、裾を引きずることはないです。はい、うん、はい、続いてこちらいきます。商品名 XPE なんとかなんとかガーゼクルーネックです。税込みで 24,200円となっております。生地はコットン 100% のガーゼ生地になっております。はい、かなり軽いです。はい、ちょっと透けます。はい、ガーゼ生地となっております。はい、で、左袖上部にシリコンパッチがついておりまして、ストライプの柄が入っております。はい、で前身頃にグラフィックプリントが、入っております。はい、このリブの色は気なりとなっております。この裾と、
袖口も木なりとなっております。はい、で、背面、はい、背面はこのように大きくグラフィックプリントが入っております。はい、でウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで L サイズを着用しております。はい、ガーゼ生地を使用しているのでかなり薄くて涼しいです。はい、これは気持ちいいです。はい、以上。はい、続いてこちらいきます。商品名 MD ゴーストダンスティーです。税込みで8800円となっております。はい、生地はコットン 100% の、プルオーバーのクルーネックの通常シルエットの、T シャツと なっております。はい、で前身頃に大きくグラフィックプリントが入っておりまして、背面に、両ショルダーにキャブエンプトの文字がプリントされております。はい、で、ウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで XL を着用しております。はい、続いてこちらいきます。商品名、スターシーティーです。はい、税込みで9900円となっております。はい、生地はコットン 100% のプルオーバーのクルーネックの通常シルエットの T シャツとなっております。はい、はい、前身頃に大きくグラフィックプリントが入っております。はい、で背面に、両ショルダーにキャブエンプトの文字が入っておりまして、真ん中に、カラーのグラフィックプリントが入っております。はい、で、はい、ウォッシュ加工が施されておりまして、メイドインジャパンとなっております。はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで L サイズを着用しております。はい、続いてこちらいきます。商品名ウォッシュドピクセルフレームティーです。税込みで9900円となっております。はい、生地はコットン 100% のこれも通常シルエットの T シャツとなっております。はい、で前身頃にグラフィックプリントが入っております。はい、で、背面に両ショルダーにキャブエンプトの文字が入っております。はい、でウォッシュ加工、ハードウォッシュ加工が施されております。はい、一応これブラックなんですけれども、ハードウォッシュ加工で、ちょっと、古着っぽい風合いになっております。はい、で、メイドインジャパンとなっております。はい、はい、いかがでしょう。身長168センチの体重が55キロで L サイズを着用しております。はい、続いてキャップですね。はい、商品名フラットプレコグキャップのブラックとグレーかな。
です、はい、税込みで8800円となっております。はい、生地はコットン 100% の6パネルとなっております。はい、で、6パネルですね。はい、で前身頃がこれ刺繍でグラフィックですね。はい、で後ろも刺繍でグラフィックで、サイズはフリーサイズとなっております。はい、で、点ボタンはついておりません。アイレットもついておりません。はい、うん、で、ではバイオウォッシュ加工が施されております。はい、ではちょっとかぶってみます。はい、はい、こんな感じで、浅からず深からず本当にちょうどいい感じの、深さのキャップとなっております。はい、続いてグレー、よいしょ。はい、グレーはこんな感じになっております。これも、形は同じです。はい、よいしょ。はい、続いてこちらですね。はい、商品名デベロップドユーティリティバッグです。はい、税込みで、19,800 円となっております。はい、生地はポリエステル 100% のコーデュラ製生地のバックパックになります。はい、かなり強いザラザラっとしたコーデュラナイロンを使用しております。はい、でグラフィックが入った布パッチが貼られております。で背面に、ショルダーがついております。はい、で、この背面ここですね、この背面のこの部分にポケット、深いポケットがついております。はい、でこう物がかなり深いところまで、入ります。はい、で、止め方としてはこうやってくるくるくるかな、あ、こっちかな、 こっちかな、くる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 で巻いて、巻いてここでカチッと止めていただく、まあ巾着みたいなバックパックとなっております。はい、ちょっと背負ってみます。はい、こんな感じで、背負えます。はい、でもちろんベルトは調節可能となっております。はい、うん、はい、で、はい、で、メイドインジャパンとなっております。はい、はい、以上、今日は以上じゃないか、あと靴下あります。靴下はホームページで見ていただければ、まあいいか、ちょっと出してみます。ブラックとピンクの2色展開となっておりまして、税込みで2750円となっております。ブラックはこんな感じです。はい、はい、でピンクに対して黄色のグラフィックが入っております。はい、はい、以上、今日は CE から7月デリバリーアイテムを紹介させていただきました。ではバイバイ。